個これどのぐらいできますかあったら新作はできますよ。ケンタドケチつまみ食いをしたいと思います。イエーイ、はい、あーの一口、あや完食してない人でこっそり、ねえかんちゃん、あやはやチャンネル。お腹は空いたかーい。はーい、時期にねちょっとねお昼ご飯なんですけど、その前につまみ食いをしたいと思います。イエーイ、はい、今回するのは期間限定で発売されているものになります。一つ目は大好きなお肉があるところです。どこですか？この間おばあちゃんの誕生日でも食べましたよね。ケンタッキー、はい、ケンタッキーのある商品です。もう一つはおなじみのマック、はい、マクドナルドの商品になります。2つに共通する食べ物っていうのが新発売されたんですよ。味としててりたま、はい、今2つに共通して発売しているのはてりたまです。それを食べ比べしたいと思います。はい、で今ねパパがねマックの方を店内に取りに行ってもらってます。ケンタの方はすでに購入済みです。ちなみに希望を取っておきましょう。どれから食べたいですか？マック、マック、マック。じゃあマックが届いたらマックから食べましょう。はい、買ってきた。ただいま。はい、じゃあまず先に水分配ります。はい、ちょっと水分あげる。水分、ちょっと水分だ。はい、いいか。ちょっとリンゴジュースじゃないブドウジュースの。誰？なんかこれすっごいパンパンに入っとるんやけど。だからお店の人もみんな甘でとったんだって今日は。だけに僕だけ押さえて。はい、じゃあマックからいきます。はい、あやさんの方から手元渡します。はい、一つ目。あ、ちちち熱いよ、珍しく熱い。レンコンテイじゃない。はい、あ、普通の絵描いてる。あれ？そう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 、あれ、ね、かよ、レモンや。あやさんの好きなレモン入りです。瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたまです。名前長いな。もう一つ。はや、かんちゃんどっち？かんちゃん、いいよ、かんちゃん持っていいよ。あ、ちょっと気をつけてよ。かのさんのはノーマルなてりたまです。え、これを、はい、一緒？ほんとや、一緒だ。ちょっと開けてみてください。あ、なんかレモン味ですね。ここにベーコン、野菜ないな。あらららららら、あ、そっち側になりそう、うん、今卵貴重です。あやさんから一口どうぞ。いただきます。食べたい、早く。下からね、お野菜入っとる、はい、うん、どんな感じ？レモンの味します？うん、ハンバーグの。どこにレモンの味がするの？僕はあんまりなかったな。レモンの風味が出てきた。あ、これならまあ大丈夫。酸味のレモンじゃない、風味のレモン。風味なの、酸味じゃないんだ。僕酸味なんか好き。まあまた処分するやろ。何には食べるんだよ。両手でしっかり持ってな。ケンタッキーの方です。今回のはテリー焼き卵ツイスターになります。お、ツイスターか。はい、あ、このあれ、キャベツに塗ってある。キャベツじゃないです。レタスに塗ってあるソースみたいな流れも。あ、タルタルにレモンが入ってるって感じ。食べていい？ここら辺お肉がない。ちょっとペロッとめくって。あー、なるほど。はい、どうぞ。めちゃくちゃ落ちる。ねえ、落ちるよ、両手でもっとかんと。どこにいる？あっち。今さ、卵が高騰してるからさ、この卵メニューを出すのもね、結構ね、勇気がいったと思います。マックって朝マックで出てないんでしょ、てりたま。うん、今回朝マックはその卵不足の影響で中止。日中だけらしいです。かんちゃんすごい顔しとる。なんで俺にそんな。ママは見て、パパここ食べてって言ったらレタスしかないの、ほら。ねえ、ねえ、ねえ、卵はさ、加工って書いてあったんだけど、どんな卵が入ってるの？これ分解サイトや。あー、半分なんかあの温泉卵の砕けた感じのやつが入ってる。おいしいとこ食べんといてよ、したら僕のは、わーが強くなる。
うわねえ、僕の分もないんだけど。パパに処分された後、違反が。そんなに熱くない、結構、うん、パパは、でも健太のてりたまのてりやきソースのは好きだな。飲むのがまだまし。うん、まあ、作ってくれ。はあ、ありがとう。こちらも一時に拭いてあがったわ。うん。え、でも、この卵ももう同じ袋やね、この卵本当に。だからそういうあのケースに卵ポンポンポンって割るんじゃないかな。一口ちょうだい、一口ちょうだい。味がレモンじゃないだ。わあ、食べ物ない。パンちゃん一口ちょうだい。あれは一人でペロッと全部食ってさ。みんなからかじられたもんね。うん。やばい。やばい。無言の信号を送ってくる。はい、あやさん完食。うん、それぞれじゃ食べたと思うんですけど、マックのレモンのやつね、これ普通のてりたまね、ケンタのツイスター、どれが一番美味しかったですか。せーの、普通のてりたまが美味しかった。あやさんは、はやはツイスター、かまさんは普通のてりたまね。毎回毎回てりたま食べてる人は、ね、瀬戸内レモンもおすすめだけど、やっぱ年に1回食べる人はいつものがいいね。カノさんすいません、あの天の内カメラを使って顔を拭くのやめてください。鼻の周り大変なことになってる、うん、鼻の下何これ、これちょっと触んなよ。乙女やな、乙女、乙女の身だしだみや。どこまで乙女か分からん。てりたまがとても美味しかったので、皆さんも食べてみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。朝から何時間寝ると思ったんだ。2時間近く寝てるね、カンちゃん。カノさん、1時間近く寝てますよ、カノさん。カンちゃん食べたら、フィリフィご飯食べれなくなってもらう、今度。ちょっと綺麗に整頓しちゃってよ、カンちゃん。ねねねねちょうだい。お腹なる。ちょっとだけ。これ食べて、あの昼ご飯食べれんかったら、ママに文句言われるよ。文句。なんでマフが出てくる。え、ママって出せばなんとかなる。なんか魔法の杖みたいな言い方すんねんよ。さあポテト買って帰ろうか。え、ポテト食べる。はい。え、買わないよ。2つ。なんで2つなの。ね、食べるポテト。